はい、サニちゃんです。今回はですね、前回の動画の続きになります。シルバニアファミリーの公式オンラインショップ限定、シルバニアファミリードキドキコレクションアクアパレードのですね、赤ちゃんをお一人ずつね、じっくりとご紹介していきます。はい、ではお一人目の赤ちゃんです。シルク猫の赤ちゃん、ジョージですね。ハイハイしてる赤ちゃんになります。で、水色のお魚の帽子をかぶっているということで、こちらね、帽子かぶっていますね。はい、横から見るとこんな感じね。で、お魚帽なんでね、ここにお尻のところにね、これヒレがね、ついてるの分かりますか。はい、こんな感じの赤ちゃんですね。帽子ね、どうなってるのって感じなんですけど、こんなですこれはですね、パカって取るとね、こんな感じです、ね、あの結構ね、凝ってますよ、ね、この水色とこちらの水色がね、ちょっと違ったりしていますね。この目のね、なんていうの、ちょっとパールっぽくね、なってるの可愛いと思います。シルク猫の赤ちゃんと水色のお魚帽子でございました。お二人目の赤ちゃんはシルク猫の赤ちゃん、ジニーとクラゲ帽子、クラゲの帽子だそうですね。お座りしているタイプのシルク猫の赤ちゃんになりますね。この子ね、とても可愛いですよね。はい、横から見るとこんな感じ、後ろはねこんな感じで、このね、なんかふわふわしてるね、クラゲっぽい感じがよく出てるんじゃないかなと思います。帽子ね、深くかぶってる感じでね、このクラゲのね、このひらひらをこの帽子が表してるわけです。で、上のところにね、これちょっとバールっぽいね、ビーズがついております。はい、でパカってね、もちろん取れますけど、はい、こんな感じです。この帽子がね、なんかナイトキャップみたいで可愛いですよね。ね、私この子ね、欲しかったんで嬉しいです。はい、よいしょ。はい、なんか深くかぶってる方がね、可愛い感じ出ますね。はい、とても可愛いシルク猫の赤ちゃんとクラゲの帽子でございました。はい、では3人目の赤ちゃんはクマの赤ちゃん、ハリーと紫のお魚帽子ということで、先ほどのですね、一番最初にご紹介したシルク猫の赤ちゃんのジョージとですね、色違いの帽子になりますね。こんな感じ、はい、ね、水色とこちらも色違いということですね。近くで見るとね、こんな感じです、はい、このね、尻尾をね、掴みたくなる感じですね。はい、ただね、ちょっとね、まあなんか、まあ、作り的にね、お耳がある子なので、まああんまり深くはね、かぶれないんですけど、サクッとかぶってる感じが、まあ、逆に可愛いんじゃないかなと思います。クマの赤ちゃんと紫のお魚帽子でした。はい、お次はヤバい子来ましたね。ヤバい子来ましたよね、可愛いんだけどでもちょっとヤバい感じもするはい、この子はですね、クマの赤ちゃん、フレディと水色のカニ帽子でね、カニの帽子をかぶったクマちゃんですね。はい、クマちゃん横はこんな感じですね後ろから見るとね、どう、これ誰かに似てないですか。なんかサザエさんサザエさん似てないと思っちゃったんだけどはい、くるりんと一周してもらいました。で、この帽子どうなってるのって思ったんですけど、なんかちょっとベレー帽みたいな感じですね。こんな感じでね、かぶせるタイプなので、なんかね、かぶらせ方によってはさ、なんかちょっとね、ベレー帽っぽいですよね。こんな感じでね、まあ、カニさんにね、見せるにはちょっとこういうかぶらせたら、あら、カニさんって感じですね。はい、クマの赤ちゃんと水色のカニ帽子でした。はい、ではお次、水色のカニちゃんの次にはピンクのカニちゃんですね。シフォン犬の赤ちゃん、ハイハイしてるタイプの赤ちゃんとピンクのカニ帽子ということで、はい、
りにします。はい、後ろこんな感じですよ。この子もね、ちょっとサザエさん感ありますね。はい、近くで見るとこんな感じです、ね。この子もね、こんな風にかぶったらね、ちょっとベレー帽感ありますね。クイッとね、ちょっと後ろにね、かぶせるとカニちゃんになりますね。シフォン犬の赤ちゃんとピンクのカニ帽子でした。はい、では最後の赤ちゃんですね。この子はシフォン犬の赤ちゃん、お座りしているタイプの赤ちゃんと黄色のお魚帽子というね、横からね見るとこんな感じ。なんかこの子のね尻尾なんか平らになってますね。はい、後ろこんな感じ、くるりんと、あららら、はい、一周してもらいました。近くで見てみましょうね。ほらね、この尻尾がちょっと倒れちゃってますからね、これこっち側に折って癖づけてあげないとダメかしら、ね。でですね、このお魚帽3色目ですよね。はい、そうなんですよ。お魚帽をかぶってる子は3人。あらあらごめんね、よいしょ、ちょっとね前傾姿勢だから。はい、こんな感じでですね、お魚帽をかぶってる子は3人いますね。3人色、あ何回もごめんね、ちょっとね前傾姿勢なのでね、ちょっと落ちちゃうかな。はい、こんな感じで3人色違いのお魚帽子をかぶっていますね。はい、ということで今回はオンラインショップ限定のシルバニアファミリードキドキコレクション赤ちゃんアクアパレードの赤ちゃんをお一人ずつじっくりご紹介しました。いかがでしたでしょうか。お一人ずつね見ていくとね、わかるんですけれども、それぞれの赤ちゃんにね似合ったお帽子かぶってるんじゃないかなと思いますね、うん。この中ではですね、私はお気に入りはですね、このクラゲの帽子をかぶってる、ね、シルク猫の赤ちゃんと、あとやっぱりカニちゃん可愛いよね、カニちゃんなんかもうサザエさん感がもう拭えないですけど、なんかとても愛らしい赤ちゃんかなと思います。はい、こんな感じでですね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が初めてだよって方はですね、この一つ前の動画も見ていただけるとですね、このドキドキコレクションの赤ちゃん開封動画もやってますので、ぜひぜひねそちらも見ていってほしいなと思います、うん。それではサニーちゃんでございました。バイバーイ。